孔子料王史料は中国成長末期の天国家、諸家である。ジオ、僕はじめ、僕父、牧はじめ、孔は、三人、剣奏。安記健康村の人。幼年期は、父の孔徳家から、私文や学問を受け、天国を習った。太平天国の乱にあって、両親を失ってしまい、南章に移住した。孔書八年に、孔州に貴朝前の幕下で天国。 書画制作で活躍した。果たす永著切り陰論画の大字も書いている。高書11年推薦を受けて、北京の国古館に留学でき、森明、大家、e、五大長などと交友が生まれ芸術活動に大きな刺激となった。国古館採取森明の命で、石古文の母国に従事した。高書13年、長のホラと五大長が、 関東で高宮美諸局を設立した時に招かれ、その後14年間勤務しながら、天国や諸賀に励んだ。1902年には、丹方の幕下で、武将に滞在、1904年には故郷に戻った。金石文に詳しく、天書は、周広氏の昇華内部に、会書は、昇陽王、王王義氏に、陸長像像の文字を加えて、風格のある書法で一派を成した。 天国は最初東派に習ったが、やがて金石文の研究から独自性が発揮され、天国界に新境地を開いた。絵画では古代青銅器を西洋画の技法を取り入れて精密に描いた作品が有名である。また、西洋画を取り入れた独自の花器画も描いた。弟子にラフクタイル、リンソ層などがいる。著にンプ、ハンニャハラミッタ新行ンプ一冊があり。 あとに、息子の規定栄が西院社から、山人時、僕はじめ先生院、あり上下二冊赤印本を出版している。ありがとうございます。